ちょっとてっちゃんが顔の後ろちらって見るみたいなのあって、まあこう配りますよね、配って、はい、見て、で、こういうのこれか、そうですね、配ってる見た、はい、じゃあこれより池田組フランクいたしますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ紹介させてください。美濃原慶吾役の志尊淳さんです。志尊淳です、よろしくお願いします。鈴木理科役の吉根京子さんです。よろしくお願いします。それとエキストラで参加してくれてるボランティアのエキストラの皆さんです。お願いします。これ台本とちょっと変えて帰り支度をしているっていう感じから、はい、そうかと、もうあの学校終わってみんな帰っていきますと。天才言った後遅れない方がいい。ちょいだ天才、はい、お天才、だんだんだって大人でこれ、はい、ねてっちゃんとのね餌あげるで、はいとか言って手出して、そうなんだ、はいはい、じゃあだんだん下を上げて、それを一生懸命理科はやってる。最初は座っていく、この座ってください、はい、鈴木で隠れて、ちょっとやっぱこう探してるのを見て、はい、でバカだなお前、バカって言った、バカ、はい、そうしましょう。いい天気ですね。皆さんも一回行かせてください。皆さんが良くなったらいらしてください。よーい、はい、来月の進路相談会、みんな先輩来るからな、遅刻すんなよ。おい、先輩いるんだよ。マジで？めっちゃ可愛いじゃん。超わかんないけど。やべえ。いいな。お気分のちゃんと話しているよ。はい。いろいろ先輩来てくれるんで、なんかあの質問する時間あるから。あ、そうですね。あのリハーサル期間とかやっぱりあったんですけど、あの作品が始まるまでにあまり時間がなかったので、どんな感じなんだろうなっていうふうには思ってたんですけど、やっぱりこう初日を迎えて、あの現場の空気とかをすごく肌で感じて、なんかすっともうやりやすいというか、スイッチがすっと入ったかなというふうに思います。リカ殿、リカちゃん、はい、出てきた、出てきた、今出てきた、よし、ごめん、次あのタイミング、あ、早かったですか？バカにされてバーカって顔出してくるんで、なんか反抗してほしいんです。はい、はい、付き合ってる二人の感じで、ほへんで、美味しいもん食べるとさ、体の筋肉向けるじゃない、そっちの方、ほへーとなる方、はい、はい、いいね、いいね、はい、どうぞ、はいよ、はい、お願いします、お願いします、はい、またトラックに、よーい、はい、つけまつげ、天才、初日来ましたね、はい、いやー、なんだかあのリハーサルは結構多くやってるので、その志尊くんとか戸塚くんとか、これから来る仲良くなったりとかとはもう仲良くなってるので、そのそこは安心でした。でもドキドキしてます。
縦と2がこっちからね。で引いてくる、はい、で、その中にガジコシになって、ってで、カット3がもう一つこの2人が来る、はい、そうですね、はい、はい、今みたいにさ、喋らないとさ、変な丸、うん、なんか突然さ、突然だよね、突然さ、バレるとかもさ、セリフとかも言われすぎて決めらんないんだもんって言った後だよね、それでさ、バレすぎて、あ、これはとか、そういう話しててリカ褒めとくいいじゃん、うん、うーんとか言う、そういう会話に聞いてよ、普通に役とか関係なしに何の会話をするかっていうの、何見てよ、やばいぞ、見ちゃうカペット部、かわいいネクト部、料理部、あ、おいしい、料理部はそれはいいと思う、料理部ね、だってそれ痛いね、気になる部活ありますか、まあやっぱりやっぱり何流木、なんだろう、流木研究会とか、サホはね、虫虫虫昆虫部、やっぱり地層学部とか気になっちゃう、ラジコンも珍しいよね、珍しいよね、シネマ同好会とか映画、映画部はまあ、あるよね、結構このね、このやる気のなさすごいよね現代文化調査すごくないですか、ハマもいるにゃすごいな、こりゃ全然やる気ないね、これは不思議な部活多いよね、この学校ね、だってここにサッカーのやるのにサッカー部ないんですよ、そう、絵しかないんだよね、そう、2箱置いてるよ、はいって聞いたら1、2で始めてもらってですか、よーい、はい、3、4、5、6、7、8、9、10。1時間で2、はい、いいよ、いいよ、テスト、そうしよう。はい、ちょっとテスト一回やって、ここで。この後みんなが映る。はい。どうぞ。では行きましょう。テスト。はい。8、10。リーカ。何してんの、ね、ゆうちゃん、これかっこいい、あんた空手部入るつもり、無理無理できないですよね、カッタが好きあんの、だっていろいろありすぎて、はい、カット、はい、あ、これでいけるじゃん、これで後輩に入ってくれ、後輩ってくれ、みんな見せといてで、こうやって、そう、はい、トラックオン、オンバー、よーい、はい、それは問題なの。あの歩きのね、ゴールだけタコダンス部に。
ちょっと行ったぐらいで終わりたいぐらい立ち止まっちゃってあーっと、そう、うん、立ち止まったりして普通の感じでそんなそういうのありつつこの会話をしてるっていうので行ってます。ゆうちゃん決めたの前に結構もっといろんな話があってのゆうちゃん決めたが自然かなって話をしてて、で、16ミリ、それでいいと思うよ。マッキーについて、はい、ゆうちゃんが難しいよね。難しい。そう、リカはさ、なんかさ、こういうのね。でもさ、さっきさ、一緒に見つけたら自然じゃなかった？大丈夫だった？うん。じゃあ、頑張ろう。せっかくいっぱいあるからね、いいですね。ロボット触りたいし、お菓子もらいたいし。のロボット面白かった。ロボット休んでたんですよ。だからちょっと人間じゃないって触ってみたらハッと起き上がる。あ、じゃあそれそのままやろう。それ面白い。どっちのロボット？緑のこっちのね。ちょっと盛り上がった。面白かった。これ人間じゃんとか言って。うわ、何これ。無理。リカちゃんはすごく私が演じてて応援したくなっちゃう女の子で、なんだろう、やっぱり一筋なところとかすごく可愛くて、なんだろう、なんか喋り方とかもなんとかだもんみたいなのが、でもそういうのが憎めないというか、別にぶりっ子ではなくてそれがこう素で出て、でも憎まれない愛されキャラなのかなって、初めからこう原作を読ませていただいて思ってたので、そのなんていうんですか、やっぱり沖田先輩をこう平手打ちしちゃうとか、そういうちょっとなんていうんですか、クッションこう投げポンって投げちゃうとか、ちょっとこの子どうなんだっていうところもこう読んでてあったんですけど、そこをこうどれだけなんていうんですか、嫌な女の子にならないかなっていうのを監督と結構話し合って、そのなんていうんですかね、片思いしてる女の子が共感しちゃうような、そういう風にできればいいなと思って役作りはしました。そうですね、ゆう子はまあリカと一緒にいつもいて、まあ、クールだったり結構サバサバいろんなこと言っちゃったりとか、でもちゃんとなんだろう、みんなのこと見てたり、冷たいっていうのは優しくないっていうわけじゃなくって、なんかすごく理科に対してとか部員のみんなに対しての愛情っていうのはちゃんと持ってるんだなって思って、それを意識してやってました。ね、あの子たちと始まるぐらいの感じだと思う。トラックに
ね。ないよね。する？はい、カット。よーい。はい。あの子だった？お前、むせ男よりかわいい女の子がいいだろ。あこれわかんねえな、てっちゃん。何？いや、どうした？コスメティック用品で、うん、スケマとは何の略かだ。スケマ？スケマ？気もなんかその、あーわかんねえなー、やり始めるじゃないですか。いやね、てっちゃんさ、わかる？みたいな。もう行っちゃった？ちょっと、ちょっとみたいな感じで。いや、女の子。わかんねえな。あーそうちは今、からの状態はわかんない。ちょっとここら辺。気もね、気持ち。2人でもいいかな。こう見ないで、こう見る。そうそう、なんとなく。わかる？てっちゃん。みたいなことです。頭の方でさ。手前もある。わかる？てっちゃん。スケマ、うん、全然わかんねえよ。なんだろう。あ、そのぐらい動いちゃってる。座ったら、あの、わかんねえよ。数秒で。全然わかんねえよ。なんだろうな。スケマ？あ、そのぐらいしてもいいかも。はい。スカートをつけるのは、さっきのところまで、それで、この次が、つけ、なんだっけ、天才っていう敬語で、だからここで、あの、いわゆる、奥にしといた方がいいですよ。クロスすることもできるんだよね、実は。ここになった時どうするかなんだよ。なんか、さっきこっちで見てた感じだと、こっちにゆうちゃん来ちゃってもいいかなと思って、ここの2人がずっと見てる人と、こういう。よーい。あわかんねえなーこれ。いやさ、コスメティック用品で、うん、つけまとは何の略か、てっちゃんわかる？つけま、うん、つけま、全然わかんねえな。いやー、なんだろう、つけまぐろ。ちょっとリコ、つけまつげ。天才。はい、カット。はい、今回作る上ですごく僕の中のテーマがあったのが、かっこよさを出そうとかは全く出そうとしなくて、とにかく箕原圭吾っていう役を僕は演じようと思ってやっていたので、だから圭吾のセリフがかっこよかったりとか、それであのスキンシップがかっこよく感じるように、なんかすごいアプローチをするように頑張ってっていうのはありますけど、かっこよくしようとか、なんだろうな、あのよく見せようとかっていうのは全く思わなかったので、逆にあの絵が不安になったりもしますけど、監督が日に日に敬語が かっこよくなってって、敬語を好きになっていく感じが分かったから、すごく楽しかったって言ってくださって、あ、それが一番良かったなっていうふうに思いました。なんか外見のかっこよさっていうのは全然意識は全くしてないし、なんか今回に関しては本当に中身から出るかっこよさっていうのを出せたらいいなと思ってやりましたね。ゆうこさん、これちょっと後ろさ。いや、じっとしてたからいいけど、じっとしてたから。近づけないんだよ。近づけないんだ。じゃあ一回ちょっと、あの、あれ脱いで、コート脱いで一回やろう。はい。止めな。よーい。はい。よかったら、部室来ないですか？行きます。はい、はい、つけまつげ。天才。リカ行くよ。ちょ、待って、君たち1年生だよね。よーい、はい。ちょ、待って、君たち1年生だよね。そうですけど。偶然。俺たち3年で現代文化調査研究部ってのやってんだけどさ。目見ればわかります。あ、よかったら部室来ないですか？行きます。そうですね、基本ふざけてるんですけど、まあ周りを見ているからこそ、そのなんか生まれてくるものを大切にしてやりましたね。基本ベースはすごい明るくてハイテンションな軸を一つ作っておいて、
そこからあの僕から発信するのとともに、それよりもみんなからもらったものをあの返すっていう考え方で鉄をやりましたね。普段は明るいんですけど、でも例えばそのミノと二人っきりの時だったりする時は、そんなになんだろうな、今までみんなでいる時とはやっぱり違う、ふざけてない時だったり、いつも見てるからこそちょっと心に刺さるようなことをボソッと言ってみたり、そういうなんだろうな、まあ緩急じゃないですけど、そういう人だなと思って哲夫は演じてましたね。すごくいい物質、すげえいい物質じゃない？すごいいい物質、いい物質、最高じゃん、こんなん絶対入るでしょ、全員人気ないわけないよ、こんなの。あれクリスマスツリーかな、何やるんだろう、ね、これもやって、これやばくない？これやばくない？これアライグマ、アライグマですか、これある？あ、お手間中1で部会開いて、何するか決めて、まったりしようって感じ。最近やったのは人生ゲーム部とセロ部とシナラベ部、あと寿司部、ずっと続いて、先輩です。そう、これは先輩方が残してくれた我が部の秘宝、過去10年間の定期テスト&模範解答集、これさえあれば学年トップも夢じゃない。この素晴らしき先輩伝説、今我が部に入ると漏れなく見放題。はい、これさえあれば学年トップも夢じゃない。この素晴らしき先輩伝説、開くとどうなる、そういうのこれさえあれば学年トップも夢じゃない。沢田かのこちゃん、葵ちゃんじゃない。これは先輩方が伸ばしてくれた我が部の秘宝、過去10年間の定期テスト&模範解答集、これさえあれば学年トップも夢じゃない。この素晴らしき先輩伝説、今我が部に入ると漏れなく見放題。入部します。何先輩伝説って何？でもその時はてっちゃんがじゃあじゃあニュートル書こう、こちらニュートル書きましょう、向こうに連れてくのかな。はい、オープンさん、先輩伝説、ほらもうてっちゃんが通ってまぶすみたいな感じで、はいはい、そんな感じ、そんな感じ、はい、深いと思います。ここからって今みたいな感じです。あのね、こうそっからは今みたいな感じいいと思うんですよ。最後スイッチ今の流れだと切れるところがないんですよ。今の流れだとそうね。もう先輩伝説入りますか。え、出て何何何、あ、興味あるってこう行くんで、切れるところないんですけど、それでも大丈夫ですか。クロスワードのところは切れてないんです。あ、うん、さっき切れなくて、はいはいはい、もう行こう、ちょ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 ってなったから、こう引きのカットでこう行ってもなんか変な感じ、気持ち悪かったんで、そのまま繋げていって、うん、行ったじゃん、行ったんですけど、探ってみる、さっきのね、さっきのね、割り切ってきたんで、あ、本当ですか、じゃあ、ちょっと探ってみます。はい、今、我が部に入ると漏れなく見放題、入部します、入部します、ってあって、はい、え、なになになに、先輩ですって何、興味ある、はいはい、あ、そしたらこうしましょう、先輩でオープンが始まる、それ聞いてて、入部しますってゆうちゃん言う、でまあ、そこで何何ってリカ入ってくるんで、そこで初めてこっち方のリカが置いてかれてる、でその手前をゆうちゃんがてっちゃんに連れられてこっち行く、うん、はい、で、あの、これさえあれば学年トップも夢じゃない、この素晴らしい先輩伝説、我が部に入部すると、そうしよう、そうしとこう、漏れなく見放題、よし、そうしとこう、漏れなく見放題、リカね、入ってきたよね、うん、あ、はい、入ってきたよね、これとこれにね、怖がってるこれはってなってる、リカになってる、今バカじゃない、バカじゃない、バカじゃないよ
どこだ。いい、私はいいよ。私はいい、こうちゃんやりなよ。いい、私はいいから。かぶっていくからね。ペッション君お願いします。俺は平気、あの結構手なずけてる。ペットみたいな感じ。あ、痛い。よーい。はい。この素晴らしき先輩伝説、今我が部に入部すると漏れなく見放題。入部します。いや。なになになに、入部だけ。先輩伝説って何？あ、興味ある。まず、あ、でも窓開けの警護だよね。はい、警護も窓開けて、こう入ってきて、入ってきて、はい、餌取って、もう窓開けて、あ、入ってきて、一回そっから覗いて、あ、いるわ。控え室に戻す。こっちで壁ドンで窓ドン。それがこっち。窓ドン。窓ドンなし。よし、それにしよう、それにしよう。こっちだけ開ければいい。こっちだけ開けよう。はい、こっちだけ開けよう。あ、いると。で、はいはいはい。玉部？ずっと続いてるのは玉部ぐらいかな。玉部？うん。学校にいる猫に餌あげる。絶対後悔させないから。って感じ。で、あれかな、理科のね、向こうから。中には何物ないっすね。もうじゃあ、すいません。ちょっとお待ちどお願いします。はい。はい。とにかく、役を生きること、役で生きることがなんか僕が今回やることなんじゃないかなって普通に思ったので、まっすぐにあの学生時代を演じたいなっていう気持ちが一番強かったです。僕たちも演じる中でもすごく悩みとか葛藤っていうのはものすごく、それは監督含めあった部分であるので、なんかどう転ぼうとなんかすごくこれが正解だと思って僕たちがやったことなので、なんかそれがある意味キラキラにつながっていればなっていうふうに思いますね。はい、カット。違うの、はい、違うの、ね、あとね、なんかおかしくて笑っちゃっていいや。ケイゴは理科はへぇ、ほへぇってなって今ね、ほへぇってなって固まっちゃうのを、ちょっとほへぇって言う方に絶対後悔させないから、でも笑ってる、なんでへへみたいな返しがあってもいいぐらい。あ、じゃあ持って行き方も、もう聞いてないな、みたいな、そうそうそうみたいな感じで、どうするの、どうするの、頭で考えなきゃいけない。先輩の人、この人すごい違ってびっくりしちゃってます、でもすごい笑ってるから、なんか思わずつられて笑っちゃうってことでいいと思う。ちょっとこれ緩めてくれる？はい、はい、これ言ったら、めっちゃいい、はい、いない、緩めました。また言ってもらいました。はい、よーい、はい、入部します。じゃあ、入部届書こうか、入部届書こうか。なに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 、あ、これ興味ある？あ、お友達みたいに剣舞でも全然いいし、よかったらどうすか。絶対後悔させねえから。はい、カット。はい、はい、オッケー、オッケーです。はい、オッケー、はい、オッケー。今や我が部に入部すると入部だったからね、これ待ってやりました。その方がそこでしか見せられないかなと思ったんですよ、やらされてる感じ。確かに、確かに、この関節の匂い、あ、ペルーション切れてた、切れてた、切れてた、一番切れてた、すげえ見てんのがあったもん。違う違う、今日は二人の入部祝いだから寿司部にしよう。ていうか、私バレー部入るって決めてるんで。大丈夫、剣部全然 OK。 そんな余裕ないです、私大学推薦狙ってるし、テストの成績落としたくないんで。
これは先輩方が残してくれた我が部の秘宝、過去10年間の定期テスト&模範解答集。これさえあれば学年トップも夢じゃない。この素晴らしき先輩伝説、今我が部に入部すると漏れなく見放題。入部します。いや、じゃ入部して書こうか。何はい、カット。カット。はい、OK、はい、です。 OK、 OK です。じゃあこのシーン生まれていいですか。はい、じゃあ、リカと、リカとユウコは中でちょっと実験だけ飛びかして、ね、じゃあ現場実験取りますけど、リカとユウコは本日以上で、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ね、すごい楽しくて、なんか一日って感じがしないぐらい、そのスタッフさんとも、なんか和気あいあいって感じで、ね、ゲストもそうですね、結構リハーサルをね、リハーサル仲良くなってたので、1日目って感じがあんまり私はしなかったなって思います、どうですか？私は結構みんながすごく私のイメージでもその原作でもすごくキャラクターに近づいてて、なんか本当にリカって感じがして、なんかやりやすかったです。はい、なんか本当ね、特に思ったのが上のさ、勧誘するところ、一番初めの出会いのシーンの4人がすごいなんか原作から出てきた感じが私はして、それが一体どう映ってるか、ドキドキね、楽しみだけど、はい、すごくいい初日を迎えられたのではないかなと思ってます。揃わなかった。ちょっと待って、改まりすぎてる。最初が近づいちゃうのか。はい、 OK。 それで敬語はこれ自分の中には迷いはまだあるわけですよね。はい、でもなんか運っていうのをでちゃんとこう、でも理科に対しての気持ちをなんかそこで曖昧にするとなんか後がなんかちょっとね、相手の機会に電池かに、ある程度ちゃんと、まあ、ここで最初に青井さんの名前を言うと、それまで理科と言うんだよね、そこまで付き合ってんだろう。言葉としてはうんって言うし、そう思いたいんだけど、多分中が引っかかってるのが出てくると思うので、それをね、はい、出てするのがですね。いい子だよな。そうだな。はい、カット。カット。はい、いいよ。でもいいです。あの、じゃあ。これはこのシーンで以上で、はい、ってことは本日はこれで以上ですね。はい、お疲れ様でした。終わったーって感じです。団結力が深まる初日。いや、いい初日だった。深まる初日、なかなか始まらない初日が団結力が深まる。いや、いいトラブルがあるといい初日。初日終わったわけですが、どうでしたか、戸塚さん。あ、いや、なかなか刺激的な初日を迎えられてあれ、そんなテンションですか。いやいやいや、最後のシーンで初日終わりましたの時のおいみたいな、盛り上がりすごかったですね。盛り上がりすごかったんですよ、初日で終わったのに。クランクアップかぐらいの盛り上がりで、やっぱりね、分量がね、今日10ページ分ぐらい撮ったので、なんかやったぞー感が出ましたね。団結力がね、絶対出ましたよね。初日で結構深まりましたね。この調子だとね、終わる頃にはすごい深まってるんじゃないかなって思うんですけど、まあ日に日にね、団結力深めていって、いい意味でいい方に作品に反映できたらいいですね。そうですね、このままね、相乗効果でね、皆さんが最後まで上がっていければいいなと、はい、思います。いい作品ができるんじゃないかなと。初日、まあこれからもっと
伸ばせるように僕たちも頑張っていきたいと思います。まあこういうのとか、ああ、いろいろあっていいと思うんだよね、形としては。あ、例えばこの最初のところはもう想像でいいと思うんで、はい、うん、最初こう来るじゃないですか、でブツブツ言ってて、でも笑っちゃって、続きって言って見て、でこれでもなんかおかしいなってなって、よし、なんかしようか、はい、という流れですね。先輩、今日は何部ですか？今日はなんとなく勉強かな、受験生だし一応。そうですよね。今はそんなに行くかって聞かれてることに対してそんなに重く行かないようにしたんです、うん、そこからもう会ってもいいかな。なんかやっぱり自分でもこう進路相談会に葵さんがまた来るってことでちょっとざわざわしてる、はい、何でもないふりをするっていう意識で、はい、分かりました。最初の顔合わせの段階であったりとか、本読みリハーサルの段階で、まあ、監督とすごく打ち合わせをしたりして悩んでいたんですけれども、もうやっぱこう今回はいかに自然な流れで、日常的な流れで、少女漫画的な要素を出せるかっていう部分を監督もこだわって撮りたいということで、僕もお芝居に関しては自然な流れでナチュラルにということで、だから本当に悩む部分っていうのはたくさんあって、正解が見えなかったし、正解が何かっていうのも分からなかったので、とにかくチームカンパニーの人全員で一緒に一丸となって作り上げたっていう作品だなと思いますし、なんといってもやっぱりこう毎日が戦いだし、毎日勉強だったので、すっごく楽しい現場だったなっていう印象がありますね。まあ、そういう意味で言うと置いてるものはそこでいいと思うんですけど、まあ、理科が来てから、あ、この間ごめんなくらいちょっと軽くしといた方がいいのかもね。そうですね、雨の時に。そうなの、そうなの、だから多いぐらいでいいのかもしれない。それかもっとなんか軽くこの間は悪かったなぐらいだったら、うん、あ、この間は悪かった、悪かったのがね、次の安全部で一回謝ってるよね、セールールしてるっていうか、はい、じゃあ54からいきます。黄色です。あ、いいよ。だからそこまで理科に言うことに対してそんな理科に気使うってことでもないと思うんですよ。そうね、そうね。自分の中にそれを言うのが嫌な気持ち、はい、湧くぐらいでいいよ、はい、っていうことだよね。湧くからその先がってことだよね。はい、し、そうです。そんなの意味ないじゃないですか。うるせえよ。あり、ごめんな。はい、カット。はい、ごめんな。ありがとう。はい、OK です。はい、はい、はい。その釣り堀でさ、おい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 、はい、おい、おい、ちょっと、すいません、でも、ちょっと、すいません、おるさはやすって、登山で、でも、海で釣りとかどうすか。海で、お前、あれだろ、魚食いだよ。いや、でも、もちろんそうだよ、初めてですか。やっぱ、新鮮魚食いじゃん、釣り堀らしいですよ、今、ぜひ。はい、ガラガラ入ってきました。おぉ、じゃあ、やってきました。ということだ。あ、すごくいいと思います。大体こういうことっていう、はい、ミラクルの感じもすごくいいと思います。はい、ジュンくん、うわぁ、びっくりした。おぉ、先輩、どうしたんですか。ゆうちゃん、久しぶり。あ、ちょっと
ょっとね、みんなの顔見に来たんですよ。はい、マジ、え、なになに、あれ、なんすか、なんすか、なんすか、チルチル、私がこっちに出したらこう顔を上げるって思ってください。はい、言ってみ、言ってみ、どうしたの、笑っちゃうと思う。そっちの方が自然だね。はい、で、ちょっとリハで何回かやりましたけど、一回またこの部室でじゃあやってどうなるかやってみようと思います。で、リハでやったことは一回置いといてください。はい。うん。で、ここでやるとどうなるかっていう流れでいいので。いける？それさ、肩さ、肩つかんでいる？肩つかんでいる？肩持たれた時に何にもしないのね。そうね、自然にそれはね、助けるの。はい。なんかね、中をつかめるのかな。あー、そうね。あ、すごい、もう下ろす時がさ、こうなっちゃう。あら、うまい、下ろすの。キュンキュンする。またセラピニー、よーい、それ、はい、その時がちょうど5月のこの時だったんだよ。そうなんだよ、タイムだったんだよ。ちょっと面白いね。え、ちょっと、それが子供の部屋。いや、子供の部屋いい。いや、海は、ちょっといいところなんだよ。いや、いいよ、いいよ。で、2人ちゃんちゃんだよ。そうなんだよ。話しとけよ。あ、でも今、ハゲ取られてる。おい、ふざけんなよ。ごめん、ごめん。おい、リカちゃん。おい、いや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 。ちょっと、実は、実は、じゃじゃん。あ、え、おおおおえ、どうしたんですか、急に。久しぶり、お久しぶりです。久しぶり、みんなの顔を見に来たの。はい、これは差し入れ。何ですか、何ですか。大学の近くにね、有名なお茶屋さんがあるの。これ高そうですね。これも少し払いますよな。バーカ、後輩はそんなこと気にすんなっていつも言ってんでしょ。ですか、すみません。じゃあ、ごちそうさまです。リカはね、どっちかってリカの気持ちで行くとジャジャンででかくする。2人たちも思うの。あ、それはそれですよ。うん、で、みんなさ、これさ、一回聞いてもらえる？リカが入ってきてさ、こんにちは、こんにちはって言って、みんなワイワイしてての、ちょっと気にする人がいる、おーって気づく人はいるぐらいでいいと思って、気づいたよね。それは自然に気づいていいと思う、今の感じで。じゃあ次、ジャジャーンの時なんですけど、今ジャジャーンでみんな、キュッてみんなこっち向いてシンとしたけど、それは割とそうなったのかな、自然にそうなった、そうしようとした、うん、いや、ジャジャーンって言ったから、ちょっと耳が…やっぱ入るよね。はい、じゃあそれはそれでいいじゃん。じゃあそうしよう。ジャジャーンってくる、ジャジャーンってくるからみんな見ましたの。で、見えてるよね。で、これさ、多分みんなね、ジャジャーンの方待ってるよね。次何来るか。だからこっち見てると思うの、みんな。だからそれはそのままでいいと思うの。だから、理科にしか見えてないの、多分青いって。うん、その中でのここで俺はただ単に気配を感じて、で、振り向いて、そうそう、で、この人がわーって言うから初めてみんなこっち見ると思う。はい、うん、その流れだと思います。はい、そこだけね。ゆうちゃんさ、最初これね、困ったね。葵先輩来るじゃない、ゆうちゃんは葵先輩知らないから、今そういう
雰囲気になると思うんだけど、しかしやっぱりリカのこと気になるよね。はい、今割とずっとこっち行っちゃったんで、一回リカのことは気にして見てたんですけど、うんうん、そうだよね。どうしたくなった？どうしたくなった？今やって、あ、私はなんだろう。両方考えてはいました。両方ね、でもどっちかっていうとこっちの何が起こってるんだろうっていう方を見てます。オッケー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 。単独で買ったのっていうのも聞きつつも、聞いてる時青さしか発信してなくなってシーンっていきなりなっちゃうから、もう合図にテンション上がっちゃってる。ペカットさんが、まあ、ママにしたいけど、合図のあんまり変えるのをなし、どんどん来た時のやつやね、うん、来た時の何したんすか、どうしたんすかをってなって、みんなが一気に喋んなくなってシーンってなっちゃうから。それが、わかりました。靴下履いたら自然と汗出るんですよ。靴下、あ、そういう話ですか。いや靴下履いたら、これなんで知ってるんですか。靴下履くのギリギリしてるんですよ。ちっちゃこれ、これ富士通ね、ちょっとダイエットした方が体にいいと思う、健康的に。わかりました。キャラ的には私今のスキヤキ大好き。あ、ありがとうございます。へい。うお。うお。ミニ久しぶり。お久しぶり。どういうこと、どういうこと、どういうこと、ちょっと、なんの。おお、ちょっと。どういうこと。みんなの顔見に来たの。これ、まだ使ってくれてたんだ。いただきます。そりゃそうっす。あ、でもここ、どこだっけ。あ、ここがホテルじゃん。あ、でもこれぐらいだったら治るよ、すぐ。あ、じゃあお願いしてもいいですか。よーい、はい。今日は、実は、じゃじゃん、やった。おお。あ、おいちゃん、なんかただの嫌なやつじゃない葵さんっていうか、そのヒロインの恋敵ではあるんですけど、ただの嫌なやつには絶対にしたくないねって監督と話し合っていたので、そういうところにもちょっと人間味を持ってちゃんと生きている葵っていうことでやっていたら、葵なり の、 その苦しみだったり悩みだったりとかが結構あったので、やっている私としてはなんかこう辛くなりましたね。このなんかポジションっていうものだったりもそうだと思うんですけど、リカちゃんから見てもなんか素敵だなって思うような人になんかしたいなって思っていたし、漫画も読んでそういう風に感じていたので、確かに自分にとって自分がリカちゃんで読んだ時になんか葵さんみたいな人が出てきたらもう叶わないよみたいな、しかもその人をね、好きなミノがいて、なんかこっちを振りまかせようと頑張るリカちゃんの気持ちとしてもね、あんな人いたらねえみたいな自分で読んでても思いましたからね。そういう風になりたいなと思いながら演じてはいたんですけど。なんでてっちゃん来たの。めっちゃ美味しい。美味しいですか。自分で持ってきたのに一番食べるから。何味ですかそれ。スリーベリーズだって。スリーベリーズ、なんか玄米ミルクが基本的に入ってんのかな。玄米ミルクが、うん、あのいいやつみたいですよ。もうなくなっちゃった。スタンダードのやつですよね。ずっと食べてんの。そろそろご飯行かないとね。あの昼前なんでね、アイス食べてますけど。すいませんね。やっぱりここの方がいいね。私メガネ甘すぎてた。変なことあるたびに食べちゃって。いいっすよ。ほらそれでも。なんかやっぱりやってみたら出てきちゃうのってあるじゃないですか。私そっちの出てくるの好きなの。うん、それも乗ってる人が初めて体験したものとちゃんと出してくれたのよ。すごい高いです。いい加減ここ卒業しなきゃ。
葵さん。こんな時に何なんですけど、この間の返事聞いてもいいですか？はい、カット、カット、はい、いいね、良かったですね、はい、はい、監督の最初にやりたい、まあ、方向というかそういうのは伺っていて、その中でこう、まあ、短期決戦だけど何ができるのかなっていうのは思いながらはやってるんですけどね。いつもそんなにやいやしてません。あれ、それも今日葵ちゃん来ないの？あ、そうだそうだ、葵先輩からレス来ました。いや、そもそも連絡してないから。あんだけ頼んどいたのに。葵さん、大学入ったばっかでなあ、忙しいだろうし。何よ、あんなに仲良かったのに今更遠慮してんの？いや、そんなわけじゃないですけどあの、その葵先輩ってどんな人なんですか？美人。あのね、美濃くんの前の部長さん。あー、めちゃくちゃ料理が上手だった。お前その手で騒ぐなよ。はいはい、どこから来るの？分かった、おばさんトイレがあります。よし、これは上流ちゃうぜ。あ、じゃあこっちよ。よし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 、今なんかやってる人間行ってくる。そうですよ、僕やっちゃいますよ。今松、今のやっぱいなくなってトイレ行って、もうそのままで行って流れてて、で、敬語は基本最初はこっちに行ってますよね。で、寿司来た。で、寿司はこっちの人のためにこう持ってきてもらえば食っちゃったりなんかするんですけど、ちょいちょいこう、今、藤井ちゃんここ来ようと取ってたじゃないか。それは、取らせていいんだけど、今ね、こっち来るからさ、そういう会話こっちであった方がいいかな。先輩で、あ、そういえば今日葵ちゃん来ないの？あ、先輩はレシピ。あ、藤さん連絡してねえし。本番的だよ。本番的だよ。藤さん、大学入ったばっかり忙しいだろうし。分かんないね。仲良かったら何遠慮してんのよ。って言ってこっちで食べて、こっちで関わってるのね。そうですね。自分ではさ、うわ、涼しいなと思ったりするわけ。例えばそれが、何歳の人で、あれね。でも、すぐまあ5歳の子でも、高校生でも、なんだろう、さ、なんだろうな、出しゃばり？ですごく言いたためないと思うんだけど、なんか短い時間の中でこうお互いがですよ、お互いが 何かこうちょっとでも芝を超えたこう関係性になれたら面白いなと思ってしまうんですよ、ずうずうしくねで、それが正解かどうかは分からないけれど、せっかく出会ってるわけだから、なんかそこにいたなみたいなことを確認したいなっていうのはいつも思ってしまうんですね。じゃあ、思うよりないから逆だって。何やったの？逆だって。あ、お願いします。怖いよ。はい、お待たせ。あ、お待たせ。お待たせ。最高。お待たせ。おい、お前が OK よ。ごめんね、もう5月の男どもで。先輩で、結局。今日、葵ちゃん来ないの？あ、そうだそうだ。葵先輩からレス来ました。いや、そもそも連絡してねえし。あんだけ頼んどいたのに。葵さん、大学入ったばっかで。まあ忙しいだろうし。あんなに仲良かったのに何遠慮してんのよ。俺今日絶対来ると思ったんですけど。ねえ、思ったんですけどじゃなくて、じゃあお前が連絡しよう。リトルタップ。あ、これ、みんなみんなみんなはやみんなはや入れちゃう入れちゃうみんなはや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 よーい、はい、はい、みんな
あ、美濃原。美濃原敬吾。ちょっと待って。あ、続きです。続き理科。え、続きね。はい。OK、覚えた。あ、先輩のことは何て呼んだらいいですか。別に何でもいいよ。はい。どうなんだろう。もう普通通り接してればなるのかな。あと理科役の吉根ちゃんもちょうど設定と同じ2個下なんですよ。まあ普通に接してれば生まれるものなのかなっていうふうに思うんですけど、まあでも、ああもう先輩をやる年になってしまったかと思いますね。落とし返すので、あ、そんなに落ちないから。普通は、普通は良かったです。押したら落ちるけど、俺がウェイって押したら連れてきますよ。絶対連れてきますよ。結構漕いだんですよ、結構漕いだ、はい、疲れた、疲れた、うん、疲れた。続き、あとよろしく。あ、まあそういうくらい、そのくらい感じなんだけど、うんうん、すごいドキドキする瞬間になると思うんですよ。今日の横に気づいて寝るみたいな、その瞬間が見るんですよ。先輩に憧れるっていうのも高校生のあるある話だなと思って、先輩に憧れたりとか恋がしたいとか、すごく誰もが憧れる高校生活なんじゃないかなって原作読んで思いました。私がすごくこの作品で好きなのが、リカがその葵先輩に嫉妬というか、すごくリカが感情を素直に出すじゃないですか。なんかそういうところがリアルだなと思って、美濃との俺との友情もそうですし、リカちゃんとゆうちゃんの友情もそうですし、後輩が先輩を好きになるっていう、そのストレートの作品だからこそ、なんか新鮮に新しく
見えたらいいなと思うんですよね。やっぱりその高校生っていうところじゃないですかね。高校生のそのリカちゃんが言ってるその甘い、なんか願わくば甘い恋みたいな風に言ってるじゃないですか。そこ結構大きいなって思いますね。そういう映画を見て、大人の方で見て、いいね、こういう恋したかったねっていうのを聞くんですけど、まさにそんなじゃないですかね。やっぱり本当にありそうな、多分あの日常なんですよね、高校生で。だけどこういろんな描かれ方があって、いろんなドラマがあって、その中で個々の感情を抜きで見た時に、やっぱりいろいろ個々が感じていることがあり、それがなんだろうな、ストーリーの流れとともになんか変わっていく描写であったりがすごく印象的だなって僕は思っていて、なんかこう引きで見た時でも全然楽しめる作品なんですけど、こうもっと一人一人を着眼して見ていただけると奥が深くなってる作品だなってものすごく思いました。セリフ一個に関しても監督とこのセリフはこういう意味をもたらして、こういうこうでこうこうこうでっていうのをすごく考えてやったので、なんか細かいところまで見ても楽しんでいただける作品になったんじゃないかなって思いますね。わかりました。